バターメン屋さんみたいな風には行かないんだけど、雰囲気はなんとなく。あ、でも結構おー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 、そうですね、こんな感じで。あ、すごいふわふわしてできますよっていうことで、もう少しバターメンぽいぽい。でもどうも、BGP の校長です、はい、今回は、わたあめ機を作ってみようという試み。いろんなものが並んでるけど、はい、わたあめの材料、まあ、砂糖なんですけど、うん、今回はザラメを使うと、うん、はい、でこれが、アルミ製の缶ですね。でキャップ付きの缶なんですけど、うん、密閉できるわけね。はいはいはい、はい、でアルミなので、まあ、柔らかくて穴を開ける作業があるんですけど、穴を開ける必要があるわけだよね。あ、そうです、うん、そうだね。だからアルミじゃないとダメと、うん、で穴を開けるときはこういうピンで、普通のそれ虫ピンっていうか、なんていうんだっけ、ガビオって言いますか、ガビオ、うん、まあ、みたいなやつで、うん、まあ、こういう簡単に開くわけね。ペコンペコンって、うん、こうやって簡単に、うん、結構な数開けるわけだよな。そうです、全体的にこうやって見ればわかるんですけど、うん、下の方にこう集中的に、こう下の方を集中的に開けるということね。ここに、うん、砂糖というかザラメが入る。なるほど、砂糖が結局溶けて飛び出すわけだよな。なので、まあ、下の方を重点的に開けようっていう、ね、うん、なるほど、はい、なんかキャップがついてるんだけど、キャップがなんかへんてこな機械についてるんですけど、うん、これはコーヒーとかで使うミルクフォーマー、うん、クリーマー、クリーマーか、クリーマーに、カフェラテとかやるやつ、なんかウィーンって混ぜるやつがあるんですけど、うん、それをこの缶のキャップにつけてると。これ今、それはどうなってる、ちょっと外してみせます。まあ、全部外さなくても大丈夫、うん、半分くらい、ガムテープでついてるだけね。あ、そうです、なんか取れないように、うん、回転するからすごいスピードで回るので、ちょっとすっ飛んだりしないように、こうやってガムテープでこうやって、あ、結構回るんで、まあ、気をつけなきゃいけないね、これ。はい、うん、だからまあなるべくしっかり止めておこうと、はい、わかりました、ということです。じゃあ砂糖を入れてもらうのかな。あ、そうです、入れるね。あと材料の、じゃあ砂糖、うん、この缶に、うん、そんな、紹介した、うん、ミルクフォーマー、まあ、蓋を、はい、これで OK ですね。入れて回すと、うん、まあ、こうぐーっと、うん、結構こうやって高速で回るんで、うん、ちゃんとしてないとバランス取れてないと危ないよね。危ないです。だからなるべく、うん、この、はい、真ん中につけるように、蓋の中心につけるようにしましょう。はい、はい、これがここでわたあめを作るんですけど、うん、まあ、内側にアルミホイルはね貼ってあります。あ、まあ、汚れるっていうのと、はい、結構飛ぶんでね、あと食品、まあ、食べたりすることが多いのでねっていうことね、なるべくちょっと衛生的な、はい、はいはい、で、わかりました。火ですね、砂糖を溶かさなきゃいけないので、固形燃料を使います。でただこのままこうやってポンって置くとちょっと低いんですね。もうちょっと高さがいるので、なんかこういう台になるようなものを用意すると、うん、で端をこう回す作業があるので、それでもし当たって倒れると危ないので、ちょっとこの台のあれ向いて裏に、まあ、つけて真ん中にしっかり、一応火使うからね、もし万が一とか油けていい、汚れやすいし、後片付けも、後処理も簡単、アルコールこぼれてなんかちょっと危ないからね、はい、ということで固形砂糖を溶かして、まあ、出てきたところを割り箸で取るという感じですね、うん、はい、最初は、まあ、この火の上にザラメ入りの、ね、缶を置いて、うん、かざしてちょっと溶けるまで待つ、うん、溶けるの待つって感じ、大体 2、30秒、ちょっと溶けるまで、うん、結局そのザラメの砂糖が溶けた状態で回転して熱くなってこう繊維状に飛び出して振り回されるから空気中で固まるってことなんだろう。冷やされてね、それがいわゆるみんなが綿飴って言ってる、呼んでるやつです、うん、香ばしい香りが、あそこは甘い、溶けてきてる証拠っすね、うん、じゃあそろそろかな、うん、じゃあちょっと回してみますね。高速で回ってる時の方がなんかブワーッて食い感じがするよね。あ、来ましたよ、来た、おー、来た、おお、頑張ってください私この炎に負けちゃうとこあるんだけど、もう少し上の方がいいのかな、
ラーメン屋さんみたいな風にはいかないんだけど、その雰囲気はなんとなく伝わる。あーでも結構おー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 、そうですね、どうだろう、こんな感じで、あーすごいふわふわしてできますよっていうことで、もう少しがね、もうちょっとなんか大きめの、あーでも結構出てますよ、下の方が溜まっちゃったね、溜まっちゃってますね、落ちちゃってる、いやちょっと低いのかな、ちょっと雰囲気できたってことで、あー見えてる見えてる、うん、難しい、うん、香ばしい匂いがしてくるんだけど、ザラメが溶けて、あ、ちょっとすくえますね、ちょっと、うん、燃えてるよ燃えてる、飛び散ったあの外側の砂糖、砂糖よく燃えるんだね。